まあね、あんまりね、ご主人がね、もう追い詰めんことしとって、ほら、ここでほら、逆にお金になったと思って、ね。いや、だってそこで奥さんも追い詰めたらさ、もうだってほら、喧嘩商売じゃないやない、もう。確かに。もう、はけて、金目のものもの、なるものをお互い協力し合って出すみたいな。全然知らんやったけん。うん。別に構わんとか。いや、だって、こう来てポンって1万円出ますっていうものはそれなりのものにはならないですよ、うん、だって普通のバッグとかだったらなるわけじゃないじゃないですか、うん、だけんね、そこでなんでそんな高いものが高騰とちゃうかとか言うのはあったけどね、そこはちょっと固めつぶっとってくださいあ、っていうので、すみません、預かる、なんかそれをうちがあ、そうか。そうなんですよ。私が特そばにあったみたいになりますから、すいません。トキウドンか特そばかしら、待って。なんかいいお家にあら持っていけないよね。ごめんなさい。今完全に、いや、どうだ、完全になんかあれやね。ほら、感情しうちね。あれは少しお題をごまかす話だかな。いやなるべくちょっとほらね、私が言ったことで家庭葬儀になるのはちょっと避けたいなと思ったもんですから大丈夫です、すいません、じゃあお預かりしておきます、はい、1万円で手放されるのはもったいないです、あ、わかりました、だけどなるべくやったら、うん、ただ状況が状況ですから、うん、絶対出さないといけないというわけじゃありませんので、そこは、はい、でもできれば奥さんのために1万円と800円で1ヶ月以内に出されるのが、まあ、うん、でも奥さんいらないって言ってあったんですかね、うん、うん、まあでも1万円もったいないじゃないですか、あ、でいらないって言ってるのは多分あれですよ、もうほらお金に変えた方がいいからって思われたのかもしれませんよ、うん、1万円じゃ本当はもったいないです、わかりました、1万円じゃ売ってないから、はい、ありがとうございます、いえいえ、じゃあお預かりしておきます、はい、お願いします、はい。